ゲートオープンしていく。アスミがいいスタート切りましたね。しかしそれ以上にカタナがいいスタート切ったでしょうか。まずはカタナがホールショットを取って第1コーナー次の2番手に入ってみます。絶景ナンバー57番のアスミでしょうか。次のストイッチ中塚和弘がそれにつけて入っていく。カタナが依然1位のポジションをキープしたまま第2コーナー立ち上がっていく。2番手にはアスミ和弘がいつかここで2番手が入れ替わるか。ここはアスミ抑え込んで最終コーナークリアしていけ。笠田浩二はしっかりとバイクをプッシュしながら今1番手で5台通過していく。そして安住が2番手キープできたか。かなり微妙な差。写真判定入り